皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。本日はですね、私が運営しているオンラインサロンのお話をしたいと思います。今年に入ってからですね、実はひっそりとオンラインサロンを始めました。成沢博之の撮影研究塾ステイブという塾というかオンラインサロンを始めまして、それこのチャンネルでですね、ちゃんと告知しなかったなと思ってそのお話をしたいと思います。これはですね、月々3000円はいいただいています。頭文字を取ってステイブと言います。これは視聴者さんが考えてくれたんですけども、五線譜、楽譜あるじゃないですか、楽器の音符を書く楽譜、その五線譜のことをステイブって言うらしいです。はい。で、素敵な名前をつけてもらったなと思ってるんですけど、でこのオンラインサロンを始めるにあたってですね、私が何を考えたのかっていうのを、お話ししたいと思うんですけども、私1年を通してですね、いろんな旅行会社さんのツアー、撮影ツアーとか、あと自分の主催するワークショップとかですね、撮影を指南するというか、一緒に皆さんと撮影するっていう機会がたくさんあるんですね。でその中で、撮影をしてサポートすることはできるんですよ。一緒にこう撮って、こんなの撮れましたねと。でもしくは自分がこういうことを撮りたいとか撮ってるので、あなたも一緒に来てくださいみたいな、自分と一緒にね追体験してもらって、私と同じものを撮ってもらう、自分と同じ撮影をこう体験してもらうということをワークショップではやってるんですけど、そういう撮影まではですね、サポートできるんですけど、撮影で終わんないじゃないですか。成形写真なりタイムラプスなりって、撮影の後どうしてもパソコンで作業をするっていうことが出てきてしまうんですね。タイムラプスはまあ動画だからいいとして、成形写真はやっぱりなかなか理解は得られないのが、その日本ってすごい明るい国だよっていうことと、それから光がたっぷりあるようなですね、恵まれた環境で撮影するものじゃないんですよね。だからもともと映らないものを映そうとするものなので、まあ、JPEG 取って出しで撮影しようとすると、それこそ私が先週行ってきたアメリカとか、去年行ったオーストラリアとか、そういうところに行けば JPEG 一発でも結構な星が撮れるんですけど、まあ、なかなか日本国内でそうではいかないので、画像処理の技術をある程度身につけるというのは必要になってきます。でそれって最終的に仕上げるっていう作業をですね、までですねサポートしたかったんですよ。でワークショップでですね、参加者の方にパソコン持ってきてもらって、その場で画像処理を教えますとかいろいろやったんですけど、やっぱり持ってけるパソコンのスペックにも限界があるし、それは普段自分が使っているメインのパソコンとはスペックが違ったりとか仕様が違ったりするもんで、なかなかうまくいかないなっていうところで、やっぱりそこをサポートしたいなと思ったんですよ。ですのでこの、成沢博之の撮影研究塾ステイブの、目的の一番の目的としてはですね、そういう、皆さんが撮影に行って、帰ってきて処理をする部分っていうんですかね、アフターのところをもっとサポートしたいなっていう思いで始めたというのがあります。で以前から、もっと詳しく知りたいとか、突っ込んだ内容を紹介してほしいとか、やっぱそういう依頼ってあったんですよね。で私 YouTube こうやってやってますけど、難しいのがやっぱり初心者の方から上級者の方からいろいろ来るじゃないですか。やっぱり初心者の人でも分かる、上級者の人でも、こう役に立つ情報って発信しようと心がけてたんですけど、やっぱねどっちかに偏ってしまうというか難しいんですね。だから一個の情報で両方入れなきゃいけなくなるので、どうしても情報量が多くなったりとか、同じことを言う部分も出てきたりとかっていう悩みもあったんですよね。でまあ、そんな中でオンラインサロンを始めてくださいっていうのを、やっぱり熱心な視聴者さん、やる気のある方ですよね、撮影を勉強したいっていう方からご意見をいただくようになって、1年ぐらいですかね、こう考えて、やろうかなっていうふうに、いたというような流れですね。ですので、オンラインサロンではですね、やっぱりその突っ込んだ内容の、画像処理だったりとか、何かしらタイムラプスなり成形写真なり動画なりのその、tips とか情報提供っていうのを心がけてやっているんですね。いや、ありがたいことにですね、すごく雰囲気がいいというか、やっぱりね、そういうお金払ってまで勉強しに来ようっていう方が参加されているので、なんていうか平和なんですよね。すごく平和だし、
あの私もすごくポジティブに意見を言ったりとか情報を発信したりということができているので、あの今のところ、1月から始めてちょうど4ヶ月経ったのかな、まあ、だいぶ中身が固まってきて、非常に楽しくやらせていただいてます。まあ、これからもいろいろ変えていくと思うんですけど、とりあえず今の段階でどういう感じでやってるのかっていうのをお見せしたいと思います。このキャンプファイヤーコミュニティというところから、ステーブの申し込みができます。一応概要欄からも飛べるんですけど、このキャンプファイヤーのトップページからキーワード検索で成沢って入れてもらえばパッと出てくると思います。あれ、あ、出てきた。はい、成沢博之の撮影研究塾ステーブですね。今メンバー65人いらっしゃいます。ありがたいです、本当。で、これをクリックするとこういう風になってきて、で、月々3ですよ。メンバー65人今いて、今すぐ参加するという。申し込むとですね、サンクスメールっていうのが来ます。で、そのサンクスメールっていう中に、ディスコードというですね、コミュニティへのリンク先が書いてあります。で、そのディスコードっていうのは、いわゆる掲示板ですね。そこに出入りして、そこを中心にいろんな情報発信していってるんですよ。で、そのディスコードですね、がどういうものかって今お見せしたいんですが、はい、これがディスコードの今パソコンで開いてる画面なんで、スマホだとまた違ってくるんですけど、ディスコードの画面になります。これなんか最初ね、これ見るとよくわからないと思うんですけど、左側にこうずらーっと何かしら情報が並んでいて、なんかよくわかんないなという感じですね。まあ、ここに、全員出属挨拶とか、撮影講座、イベントの、ご案内、モンゴル撮影ツアーやりますよ、グーパスさんで成形写真講座やりますよとか、ドラムボリューム8は必見ですよとか、あとね、この会員向け限定動画っていうのがあって、会員さんだけが見れる、ちょっと突っ込んだ内容の、動画っていうのをアップしています。それがまあここが見れますよとか、あとはですね、天文情報ですね、こういう天文情報、これ最近作ったんですけど、水瓶座イタリウセグ来ますよとか、あと、成形写真フォーラムでは、まあ、こういうふうに私がお題を出してですね、魚眼レンズの成形写真を投稿してくださいっていうことで、皆さんにこういろいろ魚眼レンズの成形写真を投稿してもらったりとか、タイムラプス、タイムラプスのとこでは、結構ね、みんな自由に投稿してもらってるんですよね。で、なんか公表お願いしますみたいなの書いてれば、私がなんか公表したりとか、これね、厳冬期の逆さ富士の動画を作りましたよと、でこれ YouTube にアップしてあるのをこれリンク貼ってもらってるんですけど、でここに対してなんか皆さんがねこう、見た人がこう感想をくれたりとか、私がこういう風にアドバイスするといいですよみたいなのをやったりとかですね。結構みんなね上手な方多いんですよね。まあ上手な方も多いですし、あと初めての方もで、初心者の方でもこう堂々とね投稿して楽しんでもらえるような雰囲気作りっていうのを一応心がけてはいるんですけど、まあみんなおのおの楽しんでもらってます。あと天体写真ですね、 M33 撮ってました。まあ天体写真はまたね成形写真とかタイムラプスとはまた違うジャンルになってくるので、結構ね画像処理の話題とかが多いんですけども、まあこうデータアップしたんでみんなで誰か画像処理して教えてくださいとか、なんかそういうこともやったりとかですね、やってますね。で、動画編集ソフトの話題、画像処理ソフトの話題とか。で、すごくこのオンラインサロンやってよかったなっていうものが、思うのが、何か分かんなかったこととかトラブルがあった時にすぐ聞けるってやつですね。私も基本的にはですね、昼間自宅で作業してる時は、このオンラインサロンのディスコードずっと開きっぱなしにしてるんですよ。で、この例えばフォトショップ原因は何でしょうかとかありますけど、悩みがあった時に、あ、それってこうじゃないかな、こうじゃないかなってすぐ答えれるっていうのはね、本当やってよかったと思うんですよ。やっぱその聞ける人がなかなかいないジャンルなんですよね。成形写真、特にタイムラプスなんてそうですけど、なんでこうなっちゃうんだろうって分かんないことが多いんですけど、それをすぐ自分からこう返答できるっていう環境になってるっていうのはすごく自分にとっても嬉しいし、相手にとってもありがたいなと思っていただいてると思うんですけども、やっぱその時間が経てば経つほどね、めんどくさいじゃないですか。すぐこう処理できるものなら、改善できるものなら改善できたいとみんな思うので、そういうのにすぐ対応できるっていうのは非常にいいなと思ってます。あと機材の相談質問ね、いろいろ、こんな機材やるよとか、みんなパソコンソフトどんなの使ってんのとか、パソコン買おうと思うけどどんなスペックがいいですかねみたいなのとか、なんかいろいろこう機材の話題をやったりとかですね。
専門用語ウィキっていうね、どうしても専門用語が多い、ジャンルなので、分かんない言葉をここに入れていこうと思ってるんですけど、全然追いついてないです、これ。全然追いついてないんで、今後ちょっとやっていきたいと思います。あと、ご意見要望っていうのがあって、ここで、基本的には、こういうことやってくれませんかとか、こういうこと学びたいんですけどとか、で、それを私が後日動画にするみたいな感じでやってますね。で、何でも雑談、本当に何でもいいですよっていう、関係ないことでもいいですよっていうね、そういうことをやったりとかします。一緒に撮影行きませんかみたいなのありますね。やっぱりこう星の写真っていうのは一人で行くのは結構怖いっていうこともありますので、みんなで情報交換したりとか、あとだいたい名前の後ろにね地区名入れてくれてるんですよ。こう東京とか千葉とかね、こうやって横のつながりで一緒に撮影に行きましょうみたいな、で現地だったらよろしくみたいなことやったりとか、あと先週まで言ってたこの2024年メキシコアメリカの、海域認証遠征の時ですね、SNS ではあんまり私アップしてなかったですけど、ここのステーブではですね結構細かく、情報を発信してて、こういうところに行きました、こういう状況です、こういう体験しました、こんなもの食べましたみたいなことをずっとこう細かくですねやってたんですよ。で、帰ってきてから、こうやって写真現像しましたよっていう、ここに吉牛行きましたよとか、帰ってきてすぐ吉牛行きましたよとか、まあ、こうやって写真投稿して、でこの写真に対してまた質問があって、また動画にしたりとかっていうこともしました。まあディスコの中はこういうふうにやってます。あとまあボイスチャンネルっていうのがあるんですけど、ここで簡単な会話ができたりっていうのもありますね。この旧掲示板っていうのは以前に使ってたところなんですけど、ちょっとこれ、運用方法を変えたんでここは今使ってないんですが、一応残してはいます。まあ、こんな感じで、和気あいあいとやっていますよという感じですね。ここに限定動画っていうのがいろいろありますけども、Vimeo っていうサービスを使ってます。成沢弘樹の撮影研究塾、これ限定公開にしてるので、普通一般の方は見れないです。で、まあこれ第1回画像処理大会とか、第2回成形写真で不用意に入ってきた光の除去敬遠を、どうやって自分がやってるのかっていうのを見せたりとか、あとこれは何だろう、ダヴィンチリゾートティップス、動画編集時の重くてカクカクするのを改善する方法、これは多分会員さんから質問があったんでしょうね、これどうしたらいいですかみたいなとか、あとホーリーグレルの色調整、あとこれはですねお友達の成形写真家の北山テリアスさんにお越しいただいて、和歌山でロケット打ち上げのイベントがあったんですけど、それの対策講座みたいなのやってもらったんですよ。最近アップしたのはこれですね、最近やってる成沢流ノイズ低減の方法とか、あとスタックした成形写真自撮り画像をプラスするテクニック、これも参加者の方から質問があって、それをご紹介したみたいな感じですけど、なんかこういう感じで、実際にこうやってやってますよと、まあ、この画像をどうやって作ったかみたいな、そういう話をしてるんですけどね、まあ、こういったことをやっています。はいはい、という感じでですね、すごく和気あいあいとやらせていただいています。で、成形写真やタイムラプス、まあ、動画の撮影でももちろんいいんですけど、そういったことにですね興味があって上手になりたいけどなかなかなれないなって人は悩んでるなっていう方はぜひご参加いただいてですね、私に質問を投げかけていただければなと思います。本当何でも答えようと思ってますんでね、この中では。あと一応やっぱりイベントってね関東圏に集中することが多いんですけど、私も年に何回かはこう地方に行ってですね、地方の方々とこう交流したりとか、あとステーブの会員で、写真展とかやりたいなみたいな企画もしてますので、いろいろ形を変えながらまだまだやっていきたいと思いますから、皆さんもぜひですね、ご参加いただいて一緒に盛り上げていただければなと思います。それでは気になった方は概要欄から、キャンプファイヤー、申し込みページに飛べますので、ぜひ申し込みお待ちしております。はい、ということで以上になります。はい、また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけね、どうもどうも。